閉まる、ちょうど閉まるところだったんだね。閉まるところだったんで、変えることはできるのかな。はい、白宮市のイルミネーション。白宮タワー。バイクはホンダのスマートディオのディスクバージョン AX57 という、これコンビブレーキのバイクで、フロントがディスクブレーキになってまして、 AX56 との違いは、まあ、それだけなんですけど、ディスクブレーキ使ってるんで、制動力は格段と良くなってます。全然違うんで、ガツンと。で、これの一個上のやつが Z4 ってやつで、それは4バルブのエンジン使ってましてね、これは2バルブのやつ で、このバイクはね、アイドリングストップ機能がついていて、これもね、かなり古いバイクで、2003、スマートディオが出たのは2000年代の2000年、あれちょっと忘れちゃったんだけど、かなり古いと思うんだけど、2001年かそれぐらいにデビューしたんじゃないかな。でその頃からもあのアイドリングストップ機能がついてたんで、フレアスクーピーもついてたのかな。フレアスクーピーじゃなくてジョルノクレア、あれが一番最初の、水冷のエンジンを使ったスマートディオの、元となったやつがクリアスクーピーじゃなくてジョルノクレアなんだけど、あれはね、ジョルノクレアはね、あれはあれでめちゃくちゃ売れたバイクなんで、これの違いは何かっていうと、燃料タンクがシートの後ろについてるんで、要はあのキャリアつけるところあれです、あそこについてるんで、それが違いね。これはガソリンタンクはホンダの昔からあった原付にあった足元にあるタンクのやつなんで、上から落下するガソリンの方式じゃなくて下から吸い上げる方式 でこのクレア、スマートディオから電子の燃料ポンプを使ってるんで、カチ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 っていった感じで、ね、それが、このバイクの特徴です。だから燃料ポンプが壊れてしまうとエンジンがかからないっていう、まあ壊れることはめったにないんだけど、壊れる原因として水が入ったりした場合は壊れやすくなるんで、錆びてしまってモーターが錆びてしまって、でこれはアイドリング機能がついストップ機能がついてるんで、バッテリーは結構容量の大きいバッテリー使ってて、本来だったら 5LBS っていうサイズで全然問題ないと思うんだけど、これはね
それよりもはるかにいいバッテリー、高性能のバッテリーを積んでますね。はい。もう鉛がずっしりと入った同じサイズなんだけれども重量は全然違うんで、そういったバッテリー使っている。でこのジョルノフレアから来たのがフレアスクーピーとなってスマートディオとなってズーマーとなって、まあ、あと最後にバイトっていうちょっとかっこ悪いバイクだったその4種類があって、一番売れたのがこのスマートディオだと。やっぱディオの名前を使ってるだけあって販売した台数は相当な台数を販売して、でスクーピーっていう、まあ、スルーピーみたいな名前のバイク買ったんだけど、それもこれはビームに対抗して作ったホンダのやつなんだけど、ね、これは最終的にインジェクションモデルまで販売されてたやつで、スマートディオはインジェクションになったのはリバルブのやつはないね。4バルブはある、まあ、そういった感じのバイクです。でライトが明るいんで、メーターがこんな感じで、ちょっと今までのゲンチャルとは違ったパターンのね、パネルを使ってますね。パネルは一緒なんだけどカラーリングがちょっと違う、ちょっと、このちょうどメーターのところがホッとしてて、あとガソリン系とかは一緒なんだけど色の使い方がちょっと違うんで、で、ゲンチャルによくあったシリンダーがもう飛び出てるタイプが、ね、90年代は主流だったんだけれども、これは内蔵されてるタイプで、ここのちょうどマスターシリンダーの、マスターシリンダーはもちろんここにあるんだけれども、ウムタンクはなんとここの、カウルの中にあるので、ね、非常に、まあ、ディスクモデルかディスクモデルじゃないかの違いわけがディスクを見ないと分かんないってことなんで、まあ、あのセピアじゃなくてレッツダブル G もそうだったんだけど、あとどうだろう、スペーシー120とか内蔵されてるやつ、そこに出てないんでね、見えないタイプのやつ、だいぶ時代によってデザインとかカウリングの形状も変わってくるんで、でこれはライトがちょっとダサいでね、ライブディオはすごくライトがかっこよかったんだけど、あのスーパーディオのライトをちょっとあのよくかっこよくしたようなライトがかっこよかったんだけど、このライトはねもうちょっとダメだね、あの使い勝手は最高なんだけど明るくてデザインがあんまり良くない、良くないけどね、光熱性を考えてこういうデザインにしたと思うんだけど、あんまりかっこよくかっこいいと思う、これもちょっとかっこいいデザインだったらもうちょっと売れたかもしれない。ブレーキなんで、本当によくガツンとするブレーキでね、すごい。で、Z4 は何が違うかというか、Z4 も初代の Z4 はあの安いサスが出たんだけど、ライブディオ ZX に使ってた昭和のね、アメリカのサスを使うようになってからだいぶ変わって、最初のやつはね、すごく壊れやすくて。すごく壊れやすくてすぐね、やっぱり重たいし、あと同じね、ドラムブレーキの使ってるサスをおそらく使ってたとか、あれが壊れやすくて水がすぐ入ってしまった。このライブディオ ZX の、金サスっていうか、あれは結構あの壊れにくかったんで、まあ前のサスに比べても全然。別次元のサスになります。さあスマートディオ、スマートディオね、スマートディオはバイク屋さんは大嫌いです。これあのなんでかって言ったら、まあよく壊れるバイクでして、オイル漏れがよくあって、あとエンジンもいきなり焼き付くケースが多くて、オイル交換はちゃんとしとっても焼き付いたりするバイクで、そ
それがやっぱバイク屋さんは昔からね、このバイクはあんまり好きじゃないっていう人が多かったね。僕は好きなんだけどね、これ。でもまあライブデュオの Z、ツーストと比べたらもうほんとつまらんバイクね、これ。全く面白くない。何にも。ゲンチャリって乗ったらね、ワクワクするんだけどね、これはね、つまんないね。全く。だから、4サイクルってやっぱつまんないんだね、やっぱ。何にも面白いから。ただ単にアクセルのね、開けてる回路によってパワーが比例して出てくるんで、何にも面白くないね。これツーストがね、このツーストはどっから出てくるんだっていうね、あれが面白いね。比例しないところがね、というわけです。ZX と何が違うかといったらもう全然違いましてね、フロントに重心が結構かかってるバイクでして、なんで、フロントにね、結構重心がかかってるバイクなんで、タイヤは結構太いタイヤ使ってるね、そのために。本来だったら、3.00 の10で使ってるもいけるはずなんだけども、どうしてもスマートデュオの場合は、フロントに重心がものすごくかかるんで、あと重量も重たいんで、90-90の10っていうちょっとね、かっこいい太いタイヤ入ってますね、このバイクはね。振動がなくてね、全然ね。振動がなくて、とつまらんね、このバイク。4の方が多分パワーを感じるような気がするので、スマートディオとはパワーのエンジンが本当に滑らかすぎてパワーは全然感じられない。良さは何かって言って、良さはね、やっぱ燃費の良さだと思ってね、アクセルね開けなくてもね結構パワー出るんで、それやっぱその辺はね燃費の良さにつながってるんじゃないかな。だからツーストみたいにアクセルガーって開けなくてもある程度、まあ最高回転数まで近い回転まで回ったりだとか、そういうことができる場合もあるので、それはねすごいなと。だから燃費がいいんだろうね、おそらくね。タイヤは90-10っていうことで、見た目がだいぶかっこよくなってますけど、なんでタイヤ交換するとちょっと割高になるので、このバイクの良さは何かって言ったら、静かだね、エンジンがね。ツーストだともううるさいんだけど、やっぱこれ静かなんで、つまんないね。やっぱり音はうるさい方がいいね、バイクはね。で、振動が少ないね。ホンダの、やっぱさすがホンダだなって思って、で、なんでこんだけ振動が少ないかっていうことなんだろう。ヤマハのエンジンと比べて全く振動がないし、等しくて、まあよくできたエンジンだと思います。今日はスマートディオ話しながら帰ってます。近所の人見てるのもどうでもいいと思います。スマートディオね、デザインがね、このライトがかっこ悪いんでね、頭はそこそこいいと思うんだけど、これなんかガンダムみたいなデザインだね。ガンダムのジュアックだったっけ、なんかそんなようなやつ。ライブディオの形状のライトで、なんでこのライトになったんだろうね。面積がちっちゃいわね、これライブディオのライトの横に。でもね、広がりがちっちゃいし、なぜだろう、コンパクトな顔になったのでしょうかと。やっぱりそうだね。ライブディオは、
ジオもあったんで、それだけ顔がでかくないといけなかったんだろうね、おそらく。で、むき出しだった。マスターシリンダーのリザーブがむき出しだったんだよ、足を。で、これ、むき出しじゃないんで、それだけ顔を小さくすることに成功したってことなんだろうけど、それ、やっぱりかっこよくなっちゃったね。今作ったらもう125と一緒ぐらいのプライスになると思う。
すごいお金のかかったバイクですね、これはね。ホンダの、技術の結晶、ライスマートディオ、名前がちょっとよろしく、あんまりかっこよくないんだけど、スマートディオというバイクでした。はい、ご視聴ありがとうございました。当店ライドイットと申します。全国オートバイ事業組合加盟店でして、中古車メインに販売してます。はい、ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。